皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は、皆さんに大事なお知らせをしたいと思います。ちょっとお話何の雑談、ご報告動画よ。またご報告動画、お別れしたの一人で喋るの嫌なんだもん。だってお別れしましたっていうさ、あれが嫌だったから、ちょっと誰かの実に私のお誕生日の時にお別れしたわ。お別れしましたってちゃんと LINE で別れましょうって言って、え、ね、あれじゃないの、音声じゃないの、うん、音声じゃない、ボイスメモってこと電話とかうん、 LINE で普通に長野旅行行った時に、はい、分かりましょうって言って、誕生日おめでとう、分かった、ありがとう、じゃあねみたいな感じ、じゃあねとはないか、分かったみたいな感じだった。あっけなく終了、うん、ドタキャン祭で話ってしたっけ。した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 。そっから連絡がなかったんですよ、1ヶ月半くらいずっと。なんか茨城行った時に連絡がないみたいな、なんか言ってた。あれその時ドタキャンの話だっけかな。じゃあじゃあその後なんです、9月の3連休の話だから。ちょっと暑いから窓開けてくんね。そんなに開けていいよ。そう、だからそっから1ヶ月半くらい連絡なくて、いや、おいが誕生日の時まで連絡なかったらもう別れようって思ったの、おいが。だから別れましょうって。別に何にも思わない。何にも思わない。何にもしんどくない。あ、そうですかって感じ。まあやっぱいつも会ってるわけじゃないとそんなもんなんだなって思ったけどね。ああ、まあ、そんなね。毎日とかずっといるわけじゃないし。そう、1ヶ月半連絡取らなかった時点でもうなんか。別れかけてない、だってもうそれ。でしょでしょ、だから、まあ、その時点でなんかもう終わったんだなっていう感じじゃん、こっちからしてみたら。だから、全然平気。でも占いでほら34で結婚するって言われてるからさ。まだ焦ってない。占い信じてんの？信じてないけど信じてないけど信じてんの？信じてないけどでもなんかあれじゃん、あのちょっと希望はあるじゃん絶対ないですって言われてるより、まあまあまあ、占い師さんがそうありますよって言ってくれた方が不安はないっていうか焦りがない。言い訳ができるじゃん、まあ、大丈夫大丈夫って34には結婚できるからって言い訳ができるから、お別れした報告したくて、みんなに。彼氏いるの忘れてた。おいが？うん。だって結局顔話に出てこないんだもん。顔も見たことないしね。見たことないね。だって自分のことを話してほしくない人だったからさ。また赤ちゃんは遠のいてる。赤ちゃんは。赤ちゃんもう遠くに来ないじゃん。赤ちゃん生まれるって言われてるから、二人、男と女、大丈夫。それも。34、5あたり。そうだよ、占いだけど。大丈夫、信じる。あ、いいとこいた。あそこ行く。はい、ということで、お別れしましたよというお知らせの動画でございました。車椅子になってから初めてできた彼氏さんで、まあ原因というか別になんか、障害を理由に別れたわけではなく、普通に今までと、健常の時と同じような恋愛をして恋愛ができたっていうことがまあ良かったなと、素敵な時間を送れたなというふうに思いました。はい、で、まあ、障害があって恋愛ができるのかできないのかっていうことを皆さん多くの人が悩んでると思いますが、まあ、まだまだ一人目ではありますが、でも恋愛はできると思います。なのでまた引き続き、新たな出会いを求めて、また彼氏ができたら報告するかもしれないし、しないかもしれないし、それはその時の気分で決めていこうと思います。とりあえずでも、今回はまあお付き合いしましたよという動画を流した上で、今後何か変わったことがあればお知らせします。まあ別れた時だけお知らせしますって言ったような気もしますが、まあ、そういったお約束がありましたので、ご報告動画を撮らせていただきました。彼氏さんの質問は多分今後あんまりもうお答えする元彼さんのね、お答えすることは基本ないと思いますので、
皆さんご遠慮いただきたいなというふうに思います。なんか落ち込んでるとかそういうことは全くありませんので、これからも元気もりもりで独身オーラもりもりで、いきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、お知らせ動画でした。はい、この動画最後まで見ていただいてありがとうございました。まあ頑張れという意味を込めて、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。